ラズベリーパイピコベースでパルスオキシメーターを作ってみました。事前調査でピコの ADC でも256回以上測定すれば理論上は SPO2 の分解の 0.5% が実現可能と分かったのでピコ内蔵の ADC を使いました。これにより回路がかなり簡略化できました。この動画はハード編の紹介として回路説明、プローブの組み立て、そして回路定数の調整方法を紹介します。まずは回路の説明です。こちらが回路図です。ダウンロードリンクは説明欄を参照ください。部品はすべて秋月電子さんで購入できます。プローブ部分は赤、赤外の LED とフォトトランジスタ、ボディアースを配線しているだけです。赤色 LED は660ナノメートル、赤外 LED は940ナノメートルのものを使用します。R1 でフォトトランジスタの電流を電圧に変換します。ゲインは R1 に比例します。このトランジスタで LED をドライブします。LED には最大で 100mA 程度の電流を流しますが、ラズパイピコは全 GPIO の総電流量が 50mA までしか流せないので、トランジスタでバッファします。トランジスタは NPN で HFE が100以上のものを使います。1キロのベース抵抗を忘れると、多分ピコが壊れます。NMOS で対応する場合は、低 VTH のものにしてください。R2 で赤外 LED、R3 で赤色 LED の電流を決定します。これは 5V I2 CLCD 駆動用のレベルシフト回路です。詳しくは3分動画、ラズパイピコ LCD レベルシフト回路をご覧ください。3.3V 駆動の LCD の場合、この回路は不要です。部品点数13個、プラスラズパイピコ、プラス LCD の簡単な回路なのでブレッドボードでも組み立てられます。 R1、R2、R3 は LED の明るさやフォトトランジスタの性能に合わせて調整が必要です。調整方法はこの動画の後半で紹介します。次にプローブの組み立てです。クリップは以前あるリューのナノベースで開発したものを流用しました。以前と違う点は、フォトトランジスタの増幅回路がないところです。ほとんどの工程が同じなので、詳しい説明は省略します。3D プリント用のファイルは、説明欄をご参照ください。LED の加工です。3D プリントしたジグを使って面出しします。アノード側を鋭角、カソード側を鈍角にします。バディサポートの除去です。ネジ穴とフォトトランジスタの穴は 3mm、LED の穴は 5mm のドリルで成形します。
LED を取り付けて配線します。この段階でクリップを組み立てます。受光側の配線をします。これでクリップの仮組みが終わりました。上下のカバーは動作確認後に貼り付けますが、フォトトランジスタ側は外乱光の影響を強く受けるのでカバーを仮止めして覆います。最後に回路定数の調整です。ブレッドボードに回路を組んで抵抗調整プログラムを書き込みました。IR、RED にそれぞれ0から100の間の値が表示されています。この値は ADC の値をパーセント表示したものです。抵抗調整前にプローブを指に装着していない状態で IR、RED の値がともに90以上になっていることを確認します。これらが90以下の場合、配線ミスなどが考えられます。プローブを指に装着します。指が光の一部を吸収することで表示値が下がりました。この時の表示値が40から60の範囲内になるように抵抗を調整します。各抵抗の初期値と調整範囲です。まず R1 でフォトトランジスタのゲインを調整します。 R1 の矢印に合わせて抵抗値を増減させます。この場合、ADC の入力が小さいので、R1 を大きくします。R1 を39キロオームにしてみました。R1 が丸になりました。これでも良いのですが、低い方の値が50に近い方が良いので、R1 を少し下げてみます。33キロオームにしてみました。いい感じです。IR の値が50になったので、R1 と R2 のバランスが取れました。最後に R3 を調整します。R3 を100オームにしてみました。まだ小さいようです。120オームにしてみます。まだ小さいようです。180オームにしてみます。R3 も丸になりました。これで抵抗調整完了です。パルスオキシメーターのプログラムを書き込んでみました。まだノイズ対策のプログラムまでは作り込んでないので、波形にノイズが乗ると SPO2 が乱れますが、波形が綺麗なところでは妥当な値が得られています。この動画の再生数や評価が良ければ、ノイズ対策も作り込んでみたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。よろしければ、
評価とチャンネル登録、そして通知の設定をお願いします。